はい、今日なんですけれども、つい先ほどですね、入荷したてほやほやのこちら G クラス、はい、になるんですけれども、久々の W463 の G クラスということでですね、はい、もういち早く少し YouTube の方でご紹介したいという思いに、かかりまして、ちょっともう真っ先にですね、ちょっと動画でご紹介の方していきたいと思います。めちゃくちゃ珍しいですよね。珍しいですよ。最近新型 G クラスやはり多かった中でですね、うん、この W463、 しかも350D 関係ではないんですよ。はい、このねフロントグリル見てもらって分かるように G350 関係ではないというないところでですよ、うん、じゃあ何かというと、はい、今日ご紹介するこちらの G クラスは G500 ロング、はい、G500 ロング、はい、久々に入荷いたしました、はい、しかも色がこのブリリアントシルバーでフルオリジナル純正となっております。めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、しかもですよ、しかもですよ、しかももうねちょっとこの外装ね見ていただきたいんですけど、はい、かなりツヤが残ってるんですよ。これ入荷したての状態ですね。入荷したてです、はいはい、まだ何も洗車もしていない、手を加えてない状態、ね、手を加えていない状態でこのボディのこのツヤ感、非常にですねコンディションの方もいい G500 ロングだったので、はい、ちなみにこの年式ってどれぐらいになるんですか、この G500。 こちらはですね2002年式。2002年、はい、20年以上前ですね。そうなんですよ、2002年式の G500 ロング、色はブリリアントシルバーの、走行距離がまだ10万キロ以下、はい、9万6千キロ台と、はい、もうこの年式年代の車で10万キロ以下はもう低走行です、ね、低走行ですね、はい、でしかももうこの500ロング、まあ、G500 だったり G550 もそうですし、うん、G320 もそうなんですけど、弾数がすごい少ないんですよ、うん、もうそうですよね、20年以上前の車ですもんね、うん、その中でコンディションのいい個体を見つけるのって結構難易度が高いんですよね、うん、確かに、まあ、その中で今回僕がおすすめできる G500 ロング、入荷しましたので、ぜひですねちょっとご紹介の方、はい、させてください、まあ、改めてこういったクラシックな G クラスの良さをまた知っていただけると、はい、そうですね、はい、ではご紹介よろしくお願いします、はい、まず色はまあブリリアントシルバーという、まあ、一番落ち着いたシルバーですよね、はいはい、このね当時のやはり G500 ロング、まあ、比較的多いのはやはりこのブリリアントシルバーだったりオブシディアンブラック、うん、そのあたりの外装カラーがあるんですけれども、まあ、その中でもやはりこの落ち着いたシルバーね人気ありますよね。そうですね、はい、でしかも純正なんですよ。やはりね購入検討されてらっしゃる方、長く乗られる方が購入検討されると思うので、うん、やっぱりねこの純正ってね非常に魅力的なんですよね。ポイント高いですよね。ポイント高いです。僕個人的にもやはりねこの純正のオリジナルの状態っていうのがやっぱり非常に好きな、うん、とこにもなりますので、はい、やっぱりね純正はいいです。はい、どっちもいけますからね。どっちもいけます。これから自分好みのカスタムもできますし、まあ、このままの状態で乗ってもらうっていうのも将来的にね価値が非常に残りやすいという、そういったことつながりますので、はい、でやっぱりですねこの年式のグリル、はい、まずこの顔ですよ、はい、このフロントグリルなんですけれども、はい、このクラシックな感じがまたいいですね。いいですよね。バンパーがねちょっと真ん中からちょっとずれるんですよ。確かにこの当時はそうですね、はい、こんな感じです。でしかもこのバンパーねしっかりしてますよ。しっかりしてますか。鉄ですからね。ああなるほどなるほど。頑丈です、うん、ちょっとやそっとじゃビクともしないこのフロントバンパーであったりとかねしていくわけなんですけれども、鉄なんですね。そうなんですよ。はい、でまあボディのコンディションがこんだけねツヤが綺麗、めちゃくちゃねツヤがかっているんですけれども、あとこういうねプラスチック類ゴム類の状態も非常にこの年式においては非常にいいなっていうふうに見てます。そうですね、はい、確かにこういうね、はい、フロントガラスもねもう
目立った飛びしないですからね。そうですね、ここの部分も綺麗ですもんね、うん、すごい綺麗ですよ、これがまだ乳化したての状態。乳化したて、はい、はい、このサイドもね、うん、傷へこみもなく、もうこういったプラスチック部分も綺麗ですもんね。すごい綺麗ですよね、うん、はい、いい状態の、はい、でしかも2002年以降ドアミラーにね、はい、このウインカーついてます。これがちょっとね今風感、そうね、確かに漂うところがあるんですけれども、うん、非常にサイドもすごい綺麗です。はい、こういうねプラスチック類、はい、バックカメラもついてますよ。はい、はい、バックカメラもついてます。バックカメラついてますってことはナビもついてます、パナソニックのストラーダの HDD ナビついてます。でバックカメラですね、はい、ついております。はい、でこの後ろ部分もですね、はい、こういった感じで、いやこのねこのクラシックなね、いいっすね、感じが非常にいいですよ。渋いですね。渋い、めちゃくちゃ渋いです。メルセデスベンツ、はい、はい、まあ、この当時のねこのシルバーね、すごい落ち着いた色合いで非常にいいですよね。はい、でね、はい、 G500 はい、はい、久々に見ましたね G500。 テールのこのデザインですよ、この感じですね、この感じがねやっぱ僕非常に好きです、うん、このクラシック感あるこのテール、で全部が四角いですね。いやこれね、すいません、これは丸いですね。はい、すいません。いや非常にですね、もう改めて見てもやはりこの W463 の G クラス、この当時の年式非常にねいいです。いいですね、やっぱね根強いファンがいるっていうのはもうこういうことかなっていうのがやっぱねこの車見るとよりね実感できますね。いや非常にいいです、はい、テンション上がってます。はい、はい、でこちら内装なんですけれども、いやこのねブラックレザーシート、シートコンディションもね、もうもちろんシワはありますよ、あるんですけれども、うん、これが20年前のコンディションかっていうと、うん、めちゃくちゃ綺麗ですよね。そうです、すごい状態いいなって思います、うん、あとねこの当時のシートやっぱりめちゃくちゃ座り心地がいいんですよ。好きですもんね、りょうじさん好き、すごい好き。すごいねやっぱね素材質感にこだわって作られてるなっていうのをすごい感じるやっぱねシートなんですよ。はい、でねこれも車外のナビ、ここにツーリンサイズついてます。はい、この状態も割れとかもひびもなく綺麗、いや綺麗ですよ、綺麗ですよ、いやいいですね、いやいいですね、このねウッドのコンビハンドル、はい、非常にいい非常にいいです。あとこの香りなんですよ、うん、そうですね、確かにこのくれぐれも誤解がないようにしたいんですけど、うん、この中古感っていう匂いではなくて、うん、この革の素材の匂いわかります、この当時のベンツゲレンデのこの香り、もうほんとねシートコンディションもいいですし、はい、やっぱりねナビもついててバックカメラもついてて ETC もついててね、やっぱこの辺りいいですね。いわゆるクラシックカーになると、はい、まあ、価格だけじゃなくてこういう状態がやっぱり、状態ですよ、状態ですよ、状態、状態です。いや状態ですよ、はい、今回それがもう素晴らしくいいという、うん、非常にいいです、うん、はい、はい、改めてですね、はい、この G500 ロングかっこいいっすね、はい、いいっすね、渋いっすね、渋いですね、渋いよね、渋いですね、いいですね。最近ね僕思うんですけど、うん、はい、やはりね新型 G クラス結構まあ入荷も多いじゃないですか、うん、もちろん新型 G クラスも非常にいいんですよ、最先端のやっぱりねそういう安全装備だったりとか、うん、まあ、乗り心地とかもそうなんですけど、やっぱね新しい新型 G クラスもちろんいいんです、もちろんいいんですけれども、そこを普段見てるとよりこのクラシックな G クラスの良さっていうのも同時に感じてるんですよ。やっぱこの年式のゲレンデいいなって、見た目もそうですし、やっぱりこのサイズ感もそうですし、この運転してる取り回し感もそうなんですけど、やはりね非常にいいなっていうのをすごい感じるので、はい、という感じで、まあね今回久々に W463 の G500 ロング
入荷したので、また後日ですね、詳細の方は、改めて動画の方でご紹介させていただきたいと思います。今日はもう一足早く、はい、そうです一日でも早くという情報ということで、はい、はい、でこちらですね、改めて車の情報の方おさらいさせていただきますと、年式が2002年式の G500 ロング、色はブリリアントシルバーで、走行距離は9万6000キロ台、はい、で車検の方が令和5年の10月までとなっております、はい、で一応今のところの販売予定価格なんですけれども、まだこの後ですね、ちょっと車両の、入庫チェックの方も細かく、していきますが、今予定しているのは総額500万円以下で販売できるように、していきますので、ぜひですね、今 G500 ロング、この W463 の G クラス購入検討されていらっしゃる方はですね、もう今日からでもお問い合わせいただければと思います。なかなか同じものが出てくるっていうのもよっぽどないので、ないです、はいはい、一期一会ということで、はいはい、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。はい、はい、ということで今日はですね、こちらの G500 ロング、入荷速報をお送りさせていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。